週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第53回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の菅尾武がお届けします。いよいよ3月31日、そして4月1日、4月1日といえば、はい、シネマキングスタートしました日です。エイプリルフールに、もし終わってもいいようにエイプリルフールにスタートいたしましたシネマキング、祝1年1周年です。また2年目続けるように頑張ってきます。それでは最初に3月31日金曜日、そして4月1日土曜日、合わせて15作品以上紹介してまいりますが、まず最初に紹介するのは3月31日公開のジャッキーファーストレディー最後の使命、ナタリー・ポートマン主演のジャッキーから紹介していきます。最初に紹介するのはジャッキーファーストレディー最後の使命。史上最も有名なファーストレディ、世界で最も愛されたファッションアイコンとして熱狂的な人気を獲得していたアメリカのジョン・F・ケネディ大統領夫人の知られざる物語が描かれてきます。ジャッキーを演じるのはナタリー・ポートマン。夫を暗殺された悲劇のファーストレディを情感豊かに熱演しております。この誰もが知るケネディ大統領暗殺事件をファーストレディの視点から描いたジャッキーファーストレディ最後の使命は3月31日金曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのはムーンライト。今年度アカデミー賞作品賞を取った話題作ムーンライトがいよいよ公開となります。ブラッド・ピットが制作総指揮を務めたことでも話題となり、アカデミー賞では8部門にノミネートされ、見事に作品賞を含む3部門、作品賞、助演男優賞、脚色賞を受賞しました。マイアミの貧困地域を舞台に黒人少年の成長と葛藤を描いた社会派ドラマ、主人公シャロンのそれぞれの時代を少年期、ティーンエイジャー期、大人と3つの時代に分け、3人の俳優が演じているのも特徴の映画です。ムーンライト、3月31日金曜より伏見ミリオン座東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのはレゴバットマンザムービー。この作品はハイクオリティな映像と愉快なキャラクターたちの報復絶踏ギャグで全世界をレゴ現象に巻き込んだレゴムービー。その中で登場した3枚目のヒーロー、レゴバットマンがついに真の主人公として登場する娯楽作です。レゴバットマンザムービー、4月1日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは暗黒女子。この作品は読んで嫌な気持ちになるミステリー、略してイヤミスの傑作。秋吉里香子の同名小説を清水文香、そして飯豊まりえのダブル主演で実写映画化したものです。善悪女、そして騙し合い、予測をぶち壊す驚愕のラスト24分に注目してみてください。暗黒女子、4月1日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは始まりへの旅。この作品はビゴモーテンセンが大家族の父親役を演じ、森で暮らす一家が旅に出たことから巻き起こる騒動を描いたロードムービーです。全米でスマッシュヒット。雄大な景色と美しい音楽に乗せて描く一家の再生の物語です。始まりの旅は4月1日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはハードコア。この作品、全編一人称視点で描く驚愕ハードコアアクション。観客は主人公の目線と96分ずっと感染動機を余儀なくされ、目線はブレブレ、走れば走ったように景色が躍動します。サイボーグ化された男性が
記憶があやふやな中、愛する妻を救うべく壮絶な戦いに身を投じる姿を躍動感豊かに描いた作品です。 R15 プラス、人知を超えた映像革命新次元ムービーを体験してみてください。ハードコアは4月1日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはハラハラなのか。この作品は女子小学生向けファッション雑誌キラピチの専属モデルやテレビ番組オハスタのオハガールなどで活躍する原菜乃華を主演に迎え、舞台、ドラマ、映画などジャンルをまたいで活躍中の松井玲奈、そして大注目の16歳のポップスター吉田鈴音、そして大ヒットドラマ逃げるは恥だが役に立つのオープニングテーマを手掛けるなど話題沸騰中のチャランポランタンら華やかで個性的なキャストたちと音楽で彩るファンタスティックストーリーです。映画、演劇、ミュージカル、そして音楽とたくさんのカルチャーが結集した作品でもあります。ハラハラなのかは4月1日土曜よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは第3の愛。この映画は韓流トップスターのソン・スンホンと中国映画界の女神リュウ・イーフェイ、アジア圏の人気キャストの共演で描いた大人のラブストーリーです。私の頭の中の消しゴムのイ・ジェハン監督がメガホンを取り、ロマンティックなラブシーン、先の読めない恋愛の行方、二人の愛を引き裂こうとする思いかけない出来事など様々な要素が絡み合った見る者の心にいつまでも残る永遠の名作が誕生しました。第3の愛は4月1日土曜より大垣福井コロナワールド他で公開です。続いて紹介するのはフライトクルー。この作品は大噴火が起こった火山島から飛行機で脱出を図るパイロットの奮闘を描く、ロシアで大ヒットを記録したディザスターパニック大作です。大地が歪み、空も歪む、手に汗握る極限の航空パニックに圧倒されます。フライトクルーは4月1日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは全ての政府は嘘をつく。この作品は1940年から80年代に活躍し、全ての政府は嘘をつくという信念のもと、地道な調査でベトナム戦争をめぐる嘘などを暴いた米国人ジャーナリストの IF ストーン。本作はそんな彼の報道姿勢を受け継いだ現代の独立系ジャーナリストたちの戦いを追ったドキュメンタリー映画です。全ての政府は嘘をつくは4月1日土曜より名演小劇場にて公開です。また公開記念番組としてスノーデンも4月1日より名演小劇場で公開しております。続いて紹介するのはアットザテラス、テラスにて。この作品は三つ子感覚、友達のパパが好きでハイセンスな語り口を見せた山内健司監督の最新作です。第59回岸田國士戯曲賞を受賞した自身の戯曲トロワグロを舞台版からさらに磨きをかけて映画化したものです。別荘のテラスで交わされるささやきが幾人もの人々を欲望の渦に巻き込むスリリングな密室劇です。リアルタイムで進行する90分に笑いと緊張の波が交互に押し寄せます。アットザテラス、テラスにては4月1日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは成り行きな魂。この作品は孤高の漫画家柘植忠男の作品を長年のファンである64の瀬瀬高久監督が実写映画化したものです。64とは一転、低予算ながらそれを感じさせない息とスケールで描いた幻想譚、偶然に男女の争いに巻き込まれた衝動的に殺人を犯してしまう老人たち、花見で偶然に出会った男女が殺し合いにまで発展してしまう様子を凝視する初老の男、バス事故に運命を翻弄される被害者遺族たちなど、柘植の作品集成り行き、柘植忠男のシュールレアリズム収録の4編に加え、瀬瀬監督によるオリジナルストーリーから構成されています。成り行きな魂は4月1日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。3月
3月31日、そして4月1日、月をまたいで紹介してまいりました。皆さん、春、桜の咲く春、いい映画を見て心の癒しにしてください。それでは映画館で映画ねしてください。さよなら。